どうもじゃあ、さあ僕の隣に今可愛い虎が見えると思うんですけども、今日は虎の聖地にやってきております。ということでですね、はい、僕は今奈良県の王子という町に来ております。王子町というところですね。一緒に見えるのがそれこそ王子様の聖徳太子なんですけれども、聖徳太子にゆかりの深い場所だということで、めちゃくちゃその聖徳太子のことがあっているお寺に今から行ってまいりたいと思います。はい、というわけでこちらがバス停なんですけど、びっくりですよ、びっくりです。1時間にですね、1本しかないです。この42と43のやつで行けるんですけれども、王子駅からその新規山門っていうところに行けばいいですね。だから要するに1時間に1本しかないですね。はい、というわけでですね、今バスを乗り継いで市議さんに着きました。これが見てください、ほらすごいのいますよ。100個いますよ、100個です。なんか独創的な百個ですよね。虎みたい、すごいな。さあ山中をどんどんと進んでまいりたいと思いますが、これね、虎祭りってのが見えますよね。2月はね、2月特に、2月27、28はですね、ここは虎祭りってのが開かれてるんですね。まあいずれわかると思うんですけど、めちゃくちゃでかい虎の置物があるんですよ。それがこのお寺の一番有名なポイントで、で、虎の置物、虎にゆかりのある神社じゃなくて、まあお寺ですね。ということで阪神タイガーズの人とかファンも結構ここに勝利祈願に訪れるみたいです。さあというわけで、こちらですね、こちらが本堂なんですけども、これ見てください、多聞天って書いてますね。多聞天っていうこの、仏教の神様の名前があのお寺の鳥居に記されているという、まあ要するにですね、神仏集合なわけですね。明治時代になってあの仏教と神道っていうのは明確に分離されたわけですけれども、それまでは結構混在してたっていうのがあの鳥居に現れてるんじゃないかなと思います。鳥居のゲートに、仏教の神様の名前が書いてあると。というわけで僕の今後ろに見えるのがですね、世界一の福虎と呼ばれてまして、これ大体6メートルくらいあるんですね。これがこのお寺のシンボルなんですけれども、これ張り子の寺虎なんですよ。張り子、つまりこの首がねぐるんぐるんと回るんですよね。つまりどんな状況においても首が回ると、どんな状況においても万事うまくいくみたいなことで、すごく縁起のいい虎だというふうに言われてます。よくこの男の子のいる家庭とかこのちっちゃいバージョンを買ったりすることが多いと思うんですけれども、これがこの寺のシンボルということですね。もうめちゃくちゃ好利益があるんで、ぜひ来た際は拝んでみてください。僕も拝みます。はい、いやこれ思ったよりすごいですね。新規山、新言宗、小本山、長後尊師寺の、マップですけれども、僕らあそこなんですよ今ね。でもう他にもこんだけ建物があると、すごい広さですね。これもうね、寺の至る所に虎がいますね。さあこちらですね、こちらで今虎祭り大法要というのが行われているんですね。11時から12時半までっていうふうに、見たんで、ちょっと行ってみましょうか。はい、というわけでこちらがですね、本堂でございます。すごい迫力ですよ。こっから見る景色すごいですよ。これ本当にね、もう在山の中にあるって感じですね。いやいやいや、素晴らしい。さあ次ですね、この有名な階段巡りってやつに行ってみようと思います。配管料200円でちょっと面白い体験ができるみたいですね。はい、階段巡りしようと思ったんですけど、どうやらコロナの影響で今年は中止になってるみたいですね。すごいいろんな種類の張り子の虎が売られております。はい、というわけですね、僕の今後ろに霊宝館っていうのが見えると思うんですけども、これ要するに博物館的なものですね。このお寺の中にあるいろいろな大事なものをここで管理してる感じなんですけども、なんとこの新規山にはですね、国宝の新規山縁起絵巻っていうのがあるんですね。ちょうどこのお寺由来のやつなんですけれども、まあ、本物のやつは奈良国立博物館にあるんですけど、そのレプリカがここで展示されていると。で国宝っていうのは、ね、年間60日間くらいしか見せちゃいけないよみたいなルールもあるので、その国立博物館に行ったとしてもいつでも見れるわけじゃないんですけど、ここに来ればレプリカはいつでも見れるっていう感じなんですね。で他にもこの中にある
このお寺に関係するいろんなお宝が見ることができてですね、結構ね入拝観料は300円なんですけれど、まあなかなか面白かったんですね、うん、いろんな歴史を知ることができて、いや面白いなと、でこの先ほどの国宝とも言われている、神技山縁起絵巻っていうのは鳥獣戯画とかと並んで日本の漫画の原点になったんじゃないかって言われてる、日本の最古の漫画とも言われてる、すごくコミカルなものなんですよね。だから決して堅苦しいものじゃないので、すごく面白く見れると思います。はい、というわけで今山登り的なことをしてるんですけど、すごいすごいです、見て、うーわでっかいな、めちゃくちゃでかいですよ、うわこれですね、日本一大地蔵尊、すごいですね。これ先ほどの地蔵さんの情報が書かれてますけど、総丈なんと 14.5 メートルあるらしいですね。はあ、すごいですね。さあ見てください、なんかすごいアトラクション的なのがありますね。虎の体内くぐりっていうやつですね。行ってみましょう。なんかお供えできる場所がありますね。終わりました。フィニッシュ。なんか不思議な空間でしたね。さあ現在ですね、午後2時なんですが、虎供養は行われております。あの中にあるたくさんのお虎の人形、張り子虎ですね、が供養されております。さあ見てください、これすごいですよね。虎の山がすごいですけれども、まあ、こんな感じですね。長後尊氏いかがだったでしょうか。いやもうさすがに日本一の虎なお寺なだけはあるなという、虎の勢いとかそれ以外も本当にお寺としてもすごいなというか、歴史があるなというのをひしひしと感じるところでしたね。ぜひ奈良に来た際には行ってみてください。